はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントエリアを腰痛で悩んでらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、皆さん、昨日ですね、上げさせていただいた動画で、コメントをですね、たくさんいただいて、もう僕は、もう涙がちょちょ切れそうでした。はい。こんなにもですね、心配してくださってた方がいたんだなっていうのを、改めてですね、感じたので、皆さんにですね、還元できるように、僕自身も、動画をはじめ、日々臨床頑張っていこうかなというふうに思います。はい。そしたらですね、本題に入っていこうと思うんですけども、今日はですね、お尻の筋肉が原因で腰痛が出てしまうパターンについてお話ができればと思います。はい。で、皆さんもですね、こんな経験ないでしょうか。レントゲンだったり MRI では原因が分かんないけど、骨がね、ちょっとこう狭くなってるからそこが原因なんじゃないかなっていうふうに言われて、薬を飲んでみたりとか、マッサージをしてみたり電気を当ててみたりとかしたけども、痛みが全然変わらないっていう経験はないでしょうか。はい、そんな痛みはですね、実はお尻の筋肉が硬くなってるせいでその症状が出てる可能性っていうのが非常に高いです。特に例えば左側にこう倒した時に右腰が痛くなる、あるいはこっちに倒した時は左側が痛くなる方ですね、とかはお尻の筋肉が硬くなって痛みが出てる可能性っていうのが多いです。じゃあどこの筋肉、お尻って言ってもどこの筋肉なのかっていうと、中殿筋って言われる筋肉があります。中殿筋ですね。じゃあその筋肉どこなのかっていうと、はい、こちらですね、見えますかね。骨盤があるんですけど、中殿筋っていうのはだいたいですね、この辺ですね、この辺りからこういう感じ、こういう感じで走ってるお尻の筋肉になってくれてます。で、この筋肉は日頃何をしてくれてるのかっていうと、基本的には股関節の安定性ですね、股関節の安定性ってところに関与してます。具体的に言うと安静立位、こうやって立ってたりとかこうやって歩いてる時ですねっていうのは、この中殿筋がしっかり働いてくれることによって、歩行だったりとかができてるわけなんですけども、何かしらであなたのこの中殿筋っていうのが使えなくなってくるとどうなるかっていうと、ここを使わない代わりにここの腰方頸筋って言われる腰の筋肉を使って骨盤を安定させようとします。そうするとここがずっと頑張りすぎてしまって腰が痛くなってくるっていう原因が起きてきますので、腰が痛くなったからといってここをマッサージしても、そもそもこの硬さを作ったのはこのお尻なんですよね。であればここをですね、しっかりと治療してあげないと腰痛の根本解消にはならないっていうのがありますので、今日はですね、あなたがお家で簡単にできる、ストレッチ方法、中殿筋の、ストレッチ方法っていうのをお伝えできればと思います。はい。そしたら今お布団あるいはベッドのところにちょっと行っていただいてもよろしいでしょうか。はい。で、行ってもらったら、まずですね、自分がどんな動作で痛いかなっていうのをちょっと見てみてください。一番多いのはやっぱりこうやって倒した時ですね。左に倒したときに右、倒した方と逆側が痛くなる方ですね、だったりとか、こう回したときですね、左に回したときは右側が痛い方、あるいは右に回すと左が痛い方っていうのはこの筋肉の可能性が高いです。はい。で、チェックしてもらったらですね、まず簡単にあぐら変えてみてください。あぐらかけない人もいいので、もうこんな感じになってもいいので、とりあえず変えてみてください。はい、書いていただいたらですね、あなたの、痛みが出てる方、右腰が痛い方は右足、左腰が痛い方は左足をですね、後ろに引いてもらいます。なので、ごめんなさいね、右のこっちが痛い方は右足はあぐらを書いたまんまで、左足を後ろにこういう風に引いてあげてください。はい。前から見るとこんな感じですね。あぐらをこう変えてた時のこの足を残して、はい、こういう風に足を後ろに引きます。右が痛い場合は右足ですね、左腰が痛い場合はこの状態ですね。はい。で、ここ今この膝あると思うんですけど、膝が体に対してちょっと内側に入るような感じですね。この状態のポジションっていうのを取ってもらいます。なので、もう一回ちょっと横から見せますけど、あぐらかいて膝が自分の体よりもちょっと内側ですね、
はい、まずこの状態を作っていただいたら、次後ろの伸ばしてるこの足あると思うんですけど、ちゃんとですね、膝ですね、膝のお皿が床ですね、床の方を向くようにフォームをちょっと作ってあげてください。はい、これが外をですね、向かないように、こんな感じですね。はい、でどうしてもこれがきつい、こうしないとこのポーズが取れない方は、全然足をこういうふうに開いていただいてもいいです。で、この状態ですね、この状態が取れたら、このままですね、前に体重をぐーっとかけてください。体重を前にぐーっとかけていきます。そうするとこのお尻の部分が伸びてるんじゃないかなと思いますので、その状態ですね、で20秒から30秒呼吸を止めずにストレッチをかけていきます。1、2、3、4、5という感じですね。でここであまりにもお尻が痛い人は、自分で 手を使って体を起こして、ちょうど痛い気持ちいいぐらいの強さに調節してもらってもいいです。はい、この状態で、20秒から30秒ですね。はい、なので今の話をまとめていくと、まずあぐらをかいていただいて、まあ、右側が痛い方は右の足を残したまま左足を後ろに引きます。横から見ると、はい、こんな感じですね。で、こっちの足の膝が体よりも内側ですね、内側、はい、で、用意してもらって、こっちの足ですねの膝がベッドを向いた状態、あるいはこれがどうしても難しい人は外に向けてもらってもいいです。で、この状態が作れたら、そのまま前に倒すだけですね、前に倒すだけ。はい、そうするとお尻のこの横の部分が伸びてるんじゃないかなと思いますので、その状態で20秒から30秒ほどストレッチをかけていただければと思います。はい、でやってもらったらですね、さっきの痛かった動作ちょっとやってみてください。はい、それによって、あ、痛みが楽になるってことであれば、あなたのその腰痛っていうのは中殿筋が原因で症状を起こしている可能性っていうのがありますので、日々ですね、今お伝えしたストレッチっていうのを続けていただければと思います。まあ、理想は1日5回は最低でもできるといいかなと思います。朝3回、昼3回、夜3回ですね、まあ、計10回ぐらいできるといいんじゃないかなと思いますので、ぜひやっていただければと思います。はい、そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、まあ、こんな感じで痛みに対するヒントアイデアお届けしてますので、まあ、おそらくこの辺に私の顔マークあると思いますので、今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね、慢性腰痛を治すための本、こちらありますので、興味がある方はダウンロードしてみて、押していただいてダウンロードしてみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。